俺はミゴス。スペイン語 YouTuber のノブです。メキシコで現金払いをする際、レジの人から話しかけられて聞き取れなかったり、何を言えばいいかわからなかったという経験はないですかこちらの動画を見れば、現金払いの時によく使われる表現を理解することができ、メキシコで買い物するのが楽しくなります。では早速、本日のフレーズを3つご紹介します。1つ目は、メッコブラエストポルファウォール代金を受け取ってもらえますかという意味です。2つ目は、ノトライスカンビオ 小銭を持っていませんかという意味です。三つ目は、メレガラウナボールサポルファボール。袋をいただけますかという意味です。では、フレーズの解説の前に、できれば避けたい行為を頭に入れておきましょう。メキシコの街中には、移動式の売店がたくさんあります。そういったお店や、家族で経営しているであろう定食屋などは、お釣りを用意していないことが多いです。例えば、30ペソの支払いに対して、500ペソ札で払おうとすると、お釣りがない、というふうに言われます。 常に小銭を持ち歩くのが理想ではありますが、実際はそううまくはいきません。おすすめの方法があります。コンビニやスーパーなど、レジの機械がある場所で、大きめのお札を使い、小銭をゲットしておくのです。こういう場所は基本的にお釣りを持っているからです。レジの人から、小銭はありませんかと聞かれても、答えは NO です。これが小銭を常備するためのテクニックです。では、一つ目のフレーズの解説です。 代金を受け取ってもらえますかという意味です。動詞、コブラールは、代金を徴収するという意味。目的語に、私をを表す、目を置いているので、店員に私から代金を徴収するよう促す表現になっています。では、二つ目のフレーズの解説です。not r i c e can b o 小銭を持っていませんかという意味です。メキシコで200ペソ達や500ペソ達を出すと、よくこれを聞かれます。 聞いてきている人は本当にお釣りがないんでしょうか相手がコンビニやスーパーの店員なら実は持っていることが多いんです。ただお釣りを数えるのが面倒だから聞いているにすぎません。では、三つ目のフレーズの解説です。メレガラ、ウナボールサポルファボール。袋をいただけますかという意味です。動詞、レガラールは何かを無償で渡すという意味。ここでは、袋を無償で渡すという意味で使われています。ちなみに、 ビニール袋の使用はメキシコでも制限されつつあります環境への配慮ですねコンビニやスーパーではビニール袋を渡してくれない場所もあります一方市場や個人商店のお店ではまだビニール袋を使っているところが多い印象です本日の動画は以上ですご質問やご不明点がございましたらコメント欄で教えてください回答させていただきます皆さんのご質問が他の方の勉強にもなりますのでご協力をよろしくお願いいたします こちらの動画が役に立ちましたらぜひいいねをお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。